はい、どうも。今回はですね、ネットの中のですね、統一教会の日本人幹部かなが申しておったような感じのことをですね、言ってみたいと思います。でですね、まあその統一教会の教えがですね、おかしいのは分かってると。おかしい、なんかもうボロボロらしいですよ。なんですが、なんですかね、自分はもう結構いいポジションまで登ってきたので、その統一教会の教えは間違ってるんだけど、それを騙されることで、毎月お金が入ってくるとか、気に入った信者さんをですね、に手をつけるとか、君かわいいねとか、君かわいいから統一教会幹部の僕がちょっとなんかこうなんかねなんかしちゃいましょうかみたいな、してあげようかみたいな、君の体汚れてるから綺麗に洗ってあげようかみたいな感じのことができちゃうのは、統一教会の幹部だからそんなことができちゃうのであって、統一教会の教えを今僕が批判しちゃったら全てがなくなると。だから僕は騙され続けるんだと。本当に幹部かどうか知らないですけどね。で、そんな感じらしいですね。で、なんかですね、基本的に信者がですね、やっぱ日本もこう、高齢化社会で、現役引退する人が多くて、で少子化だから子供の信者さんも増えないし、子供ばっか増えてもしょうがないから、この中間で絞り取らないといけないんだけど、その辺もですねあんまり絞れないし、でなんかですね、あ、これ一旦切って話そうか。だからまとめるとですね、統一教会の幹部も、おかしな宗教だと思ってるんだけど、騙されてることがによりこうメリットがあるから騙されてる感じで続けてるんだよと言ってる人もいたんだよってことで、僕の言葉じゃないよってことでね、なんか追っかけますとかやめてねってことで、はい、今回は以上です。